こんばんは。前髪めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。やばくない？やばくない？こうやって画面で見るとめちゃめちゃ綺麗なんだけど。なんかテレテレポーズありがとう。なんかマジでね、昨日髪ってた綺麗すぎてびっくりしたもん。前髪切るのが上手になったかもしれん。バラありがとうございます。このね、触角もね切ったんですよ。ちょっとなんかあんまり成功はしてないけど。ハートありがとうございます。バラもありがとうね。なんかさ、そう、触覚きれいに伸びました。いやいや、なんかなんか自分じゃないくてビビる。いいね、ありがとうございます。仕事頑張ってください。金曜日なのに。なんか二重幅がどんどん広くなっちゃって、もうなんか狭くなってほしい今。なんか怖くない？こっちの目。そんなこともない。可愛い、ありがとうございます。なんか違和感しかない、自分の顔見るのが。てれてれ坊主ありがとう。小判もありがとうございます。でしょ、ほらほら、二重はっきりしないじゃん、いつも。ね、くっきりしすぎてビビっちゃう。自分さ、くっきり二重じゃないんですよ。バラありがとうございます。なんかくっきり二重を味わってんの今。こんなになるんだね、怖いね。ハートありがとうございます。左ってどっち？どっちに見えてる？こっちの目が左に見えるの？みんなから。マジ何もしてない、何もいじってないです。あ、こっちが左？ねえ、左すごいね。なんか右はバリバリに調子いいんですよ今日。左が悪くて。面白い。まつげも上げてない、リップ塗った。でもね、今日久しぶりに唇を剥がしてしまい、後悔の嵐よね。なんかさ、もうやっちゃいけないって思ってんのにさ、やっちゃって、もう悲しい。あと触っちまったよ、めちゃめちゃ出血したよ。そう、触っちまった、やべやべ。なんか聞いてほしい、マスクするやん外出るときって。今マスクするとさ、リップが塗らなくていいからさ、もうカッサカサな状態なわけ一生。だから、ね、別に気にしろよって感じなんだけど。で、そう、リップ塗らずに生活してて、で、家帰ってきて、うーわ、カッサカサやんと思って、なんか、うわ、めくれてるとこあると思って、あ、ちょっとだし、いっかと思って知ってやったら、思いっきりほとんど剥がれたっていう時ない？それ今日はもうマジやめとけばよかった。マスクの中湿度高くなる、なってるよ絶対。めちゃ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 ね、あれ
ったかよ。嘘、唇上手いの？うな悲しい。強いと思って生きてきたんだけど。でも多分1日経ったら治るでのは信じてるから。この唇にかかってるんで、唇さんよろしくお願いします。花束ありがとうございます。なんかさ、マスクしなきゃいけないけどさ、えのもね、マスクめちゃめちゃ苦手なんですよ。一緒の人いるかな、マスクが苦手って人。そうそうそう、慣れるのいいな、慣れなくて。なんかここが熱いし、肌荒れもしますし。なんかマスク好きな人が羨ましいの今。だったんだ、苦手だったの。なんかさ、えのもさ、マスクしてしながら自転車乗ってるんですよ。だから自転車がきつくてきつくて。いや、しかもさ、えのさ、顔に日焼け止めを塗らずにマスクするから、絶対いつかマスクの跡つくと思って、やばいと思って今日気づいた。授業中にね。やばい、また変な笑い方してしまった。坂道は多くはないけど、なんかすごいすごい坂友達と一緒に行ってるんですけど、自転車毎日こぎこぎしてる。バラありがとうございます。でもね、ちゃんとね、学校で日焼け止め塗ったりしてるんですけどね。バラありがとうございます。え、引き笑いこんな低くない、本当はめちゃめちゃ高いんだけど、本当なんかね、高い声出ない一人で笑うときってさ、笑い声低くならない。えんた自転車乗れるんだってよく言われるよ。乗れるんです。それがめちゃめちゃいろんな人に心配される。でも自転車乗ってると、乗れれますよ、えなは自転車に。でもめちゃめちゃフラフラって言われる。自転車、自転車、自転車。ハートありがとう。いや、なんか本当にあれなんよ、まっすぐ走れなくて。なんか歩道大きいところじゃないとえの危ないと思う多分。自転車のことは蹴ったと言わないですね。のぬれているんですけど、あのエナは昔男子体まではいかないけど、ママがさ、玄関までさ、なんて言うんですか、迎えっていうの送ってくれるじゃないですか。でエナの家の前ちょっとしたところに電信棒っていうのは電柱があるんですよ。でママに手振りながら行ってくるねって言って漕ぎ始めたら、電信柱に思いっきりぶつかったことならあるよ。もうそれが恐怖で、ちょっとちゃんと前向かなきゃなって思ったことはある。なんかね、割とぶっ飛んだよ、ボーみたいな。なんかない、そういう時、ぶつかる時。なんか友達ともすぐぶつかりそうになっちゃう。あーあーあーあああああとか言って。本当だよ、かわいそう、電信柱かわいそうだよね。そう考えると痛いよね絶対。
は誰もいないから大丈夫なんだけど。ほらあるよね、やっぱりぶつかることなんて。あとエナはね、こうやって斜めに自転車をの段差を登るのは絶対にやりたくないんです。段差登ると絶対的にこけるっていうエナはもう学んだんです、人生で。この段差だけが今日メール来た報告、毎日ありがとう、そう送りました、さっき。後で見といてください、今でもいいけど。いや違うの、お願い、このメールの写真を見てほしいなの。そう気が多いんですよ。ああそうそうそう、歩道に乗り上げるやつが嫌い。みんな見てるかな今。なんか写真じわりじわるから本当に。クマありがとう、ママがすぐキョロキョロするからって。そういうのめちゃめちゃキョロ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 目だからしちゃうから。そう3ドル買いました。写真じわるでしょ、ほらおもろいよねあの写真。雑なモザイクのかけ方よ。いや本当になんか違うの、お願い聞いてほしい。毛が隠そうとして同じ色の、ちゃんとなんかこの肌の色の診断じゃないやつをスポーツで吸って塗ったの、ペンで。そしたら全然馴染まなくて、もうモザイクかけようと思ってモザイクかけたらこうなっちゃった。面白い、なんかもうでかい青技ができました、このところに。あ、もう分かった、なんで青技できたんだろうと思ったら自転車だ、これもう。そういうことか、自転車のあのサドルは、サドルじゃないな、ペダルだ、ペダルが当てたんだよ。自転車で事故ってるわ。あわざできちゃった。なんかね割とでかいんだよね。ハートありがとうございます。うん、車通学やめました。そう、なんか爪はねなんか綺麗じゃなかったからモザイクかけた。そういうのモザイクかけがち、写真に。バラありがとうございます。そうだよ、なんか足に筋肉つきそう。あ、そう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 、なんかねお姉ちゃん今車高に行ってまして、車っていうの、車の運転やってるらしくて習ってるらしいんだけど、なんか話聞いてるだけでめちゃめちゃ怖いの。もうなんか絶対一生乗りたくないって思わせてくれる車の運転の仕方だと思う。多分車高は名古屋弁なんだよね。そう知ってる、教習所っていうの、教習所何、え、怖い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 、ヘナの送り迎えするよって言われてんだけどお姉ちゃんに。絶対嫌だよ、自動車
教習所らしい。なんか全然ね、免許を取ってるのはいいなって思うの、お姉ちゃん、あ頑張ってって思うの。だけど乗りたいとは全く一切思わない。ダメだよ、送り迎えお願いしますって言ったら変な事故っちゃうか。確かに初心者も、うん、あじゃあママが乗って大丈夫そうって思ったら送り迎えしてもらうわ。車通学したいな、ま、たた確かに、なんで事故前提で自分考えてんだろう。なんかでも怖いかった。ママは運転するしてくれる、上手よママは。パパも上手、寝れるもんちゃんと。なんかさ車の中でさ寝れるってさ、なんかあれなんだよね、運転が上手い人みたいな言いません？そういうの聞いたことある気がする。だからえのは寝れるようになる。そうそうそう、なんか上手いから安心して寝れるらしい。なんかね、そうエナは車に乗ると景色を見るんですよ。景色見るの。そしたら寝ちゃうの、めちゃめちゃ。言えてるエナ、誰の運転でもマジで寝るよ。景色で見てたらマジで眠くなるの、車って。すごいことに。ね、言いますよね、運転手さんは寝てると寂しいって。なんか高速道路でしたっけ、高速道路の時ってめちゃめちゃ寂しいんですよね、一人で。でもなんかそれが好きだと思いますよね。なんかまっすぐな道だからみたいな。でもね、パパはね、いつもね、旅行行くとき、ママもお姉ちゃんもエナも寝てるんです。だからパパは自分の好きな音楽を聴いて運転してる。ありがたみーって感じなんですけど。そうらしいね、高速道路って眠くなるらしい。だからエナが喋りかけてあげなきゃ。いや本当にそれな、3人寝てんのかわいそうだよね、今考えたら。あやばい、笑い方ダメだ。パパ運転うまいよ本当に。いや寝ませんとか言ってさ寝るんだよ。ハートありがとうございます。えな運転席の後ろ乗ってる、あそこがエナのなんていうの特別席だから。エナは好きな曲かけないから、車の中で。それお姉ちゃんがやってる。えなんか車の音楽係っていうのがいて、それがお姉ちゃんなんですけど、なんかなんていうの、そう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 、これがあるんです。これで音楽つなげてる。そうだよ、一番偉い人の席座ってんの。なんか昔からママが助手席、その後ろがお姉ちゃんで、運転席の後ろがエナ
ていうのが決まってる。だからね、家族の中で言っちゃいないのかな。なわけないわ。ビップ席座ってんの本当に。あそこめちゃめちゃいいから。いやなんかね、パパの車はなんか足がこうやってなんていうの、伸ばせるやつもついてるからめちゃめちゃね快適なのよ、車ライフが。音符ありがとうございます。なんか背もたれもできて、だからこうやって一直線になんかもうベッドみたいななるわけ。もうそれをしてしまうと寝ちゃうよね。なんか車っていいよね、車いい、車で寝たいわ。確かに免許取ったらパパ乗せなきゃ。そうだよ、めちゃめちゃ熟睡できるよ。え、そうなの、今運転席にマッサージついてんの、めちゃめちゃいいじゃん。でもなんかさ、椅子に置いてさ、あのさ電動のさあったかいマッサージコロコロみたいなやつあるじゃん、腰の、あれめちゃめちゃ欲しい。いいよね。あれ車でやってたら絶対気持ちいいよね。外車なんかーい。いやな、腰も肩も全く凝らないの。なんか、うわ肩凝ったわとか言ってママにマッサージしてよとか言ってやらせたら凝ってなさすぎてやる意味ないって言ってやられない。でもめちゃめちゃ好きなことがあってね、ばあちゃんがやってくれる手のマッサージが一番好きなの。それされると寝る。バラありがとうございます。いやなんかもうこっちがさマッサージしろよって感じだよね、本当に。そうだよね、なんかママのやらなきゃいけない立場なんで。いやでもちゃんとたまにやるんです、ママのふくらはぎのマッサージとか。ダメ、足の裏、パパにね、そうパパには足の指を引っ張ってもらうの。いやなんかもう本当にさあのやばいよね、いろなんか大人に やらせてるんだけど。本当だよ、女王になってしまった。そう、パパに引っ張ってもらうんです、パパが。でたまに足がボキってなる時があって、それが一番気持ちいい。え、やらない、足の指引っ張るの。あ、テートレポーズありがとうございます。スイッコの特典だよこれは。え、嘘、やってみて、一人でできるよ多分。ああ引っ張れる、全然、めちゃめちゃ気持ちいい。足の裏はたまに押されるけど、足の裏痛いからやめてほしいんです。え、そう、足の裏のマッサージ行きたいんよね。いやてかマッサージ屋さんに人生で一回行ってみたいっていう夢があるよ。何はまだ足つぼみたいなやつ、でもめちゃめちゃ痛いんでしょ、嫌なんだよね、怖いんだよねそういうのは。痛いと不健康なの、じゃあ不健康じゃん。足の裏でくすぐったくないな、くすぐられてもいける人なんです。え、なんか優しめとかないのかな。あとあれが、あれもいいよね。なんかさ普通にあるじゃん、売ってるじゃないですか、
足のさ、足のさじゃなくて足入れるやつで、なんかマッサージしてくれるやつやってみたい。なんかさ、足つぼ一時期すごい好きで、個人的にね、調べてたの、足つぼについて。あー、そう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 、通販とかでやってるやつ。みんな足湯したことない。あ、あれやってみたい。ドクターフィッシュみたいなやつ。足つぼマットはやったことないけど、なんかね、足つぼ公園っていうのがあって、全然近くじゃないんだけど、なんかめちゃめちゃ痛いの。あれのレースをお姉ちゃんとちっちゃい頃やってた。おばあちゃんとじいちゃんに連れてってもらって、アイスボ公園に行ってってやってた。あ、そう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 、魚に食べてもらうやつ。なんかあれ楽しそう。でもさ、どうなんだろう、なんかどこでやれるんだろうね。あ、そうそうそうです、そうです、そうです、石でできてるなんかコースみたいなのがあんの。なんか木の丸太みたいなやつが一番痛い、あの足つぼ。てかさ、足湯とか以前に温泉行きたいわ。温泉行きたい。なんかあったかいとこ行きたい。別に寒いわけじゃないのに、あったかいところに行きたい。銭湯にあんの？銭湯ってどこにあんのよな。全然知らないんだよね。詳しくないっすよ。うん、サウナね、あんま好きじゃないんですよ。そう。今はサウナとかより露天風呂派なの。え、マジで露天風呂が一番好き。あ、59分。銭湯行ったことあるんだけど、多分そこまで詳しくない。お時間ですか？お時間来ちゃった。今行きたいとこある、いっぱい。早く露天風呂に入りたい。お風呂入るもん。もうとりあえずお風呂入ろうって感じ。ちゃんと今日も運動して、お姉ちゃんと一緒に踊って、今日も寝たいと思います。金曜日の疲れをみんなで、あ、じゃあ1週間の疲れをみんなで癒しましょう。ということで、また明日会いましょう。お風呂じゃんけん頑張るね。今日も、昨日も負けました。バイバーイ。